今泉潤です。広井王子です。佐藤舞です。それでは昨日の続きをどうぞ。どうぞ。一歩踏み出してるのはもうそれは好きなことだから、前一歩出てる気がするよ俺は。そうやって積み重ねていくと、あ、これが本当に好きだったっていうのが見つかるかもね。全部自分が好きなことでやってるんだと思い続けることだよ、ね、声優さんだそうでしょ、好きなこと、はい、だと思うよ、出られたら、はい、うん、こんなマイクの前でなんかやらないよ、ね、はい、本当に好きなことなんだよ、うん、僕も多分これマイクの前で喋ってるのが好きなことなんだと思う、で見つけてみんな好きなことを、はい、広井王子学校でした。勉強になりますありがたい。なんだそれ。最近ハマっていること。最近ハマっていること、あ、私あの1ヶ月前ぐらいから30分間筋トレとストレッチをするっていうのを続けていて、でもちょっと今日丸いって言われたんで、ちょっとまだ成果は出てないみたいなんですけど。丸いのが個性なんだ。あ、じゃあもう認めるしかない。骨格、そうだ、そうね。骨格の話だから。もうどうしようもない、これがいいと思って、やっぱりこれを生かす、生かした方がいいんじゃない。ああ、もうだって生きてくんだもんそれで。そっか、うん、確かに有村架純さんとかも丸いけど可愛いですもんね。まあちょっと丸さんの程度が違うかもしれない。いや、なんでそんなこと言うんですか。ひどい。いやでも、まあ、やっぱ丸顔、やっぱりたぬき顔、きつね顔って分かれるぐらいだから、はい、こうやっぱそれ体型だと思うし、はいはいはい、それは個性だと思うよ。俺たぬき顔が好きだからね。あ、たぬき顔好きな人多いよね。ゆうさんきつねですよね、うん、そうね、きつねが多いよね割とね。あれきつねですもんね。強い女が好きなんだね。あ、そうなんですか。確かに俺は強い女が好きだから。へえ。だから割とこう丸顔って優しくて、はい、包容力があって母性があるみたいなふうに、まあまあね、そんなふうに言われてるじゃない。そっちに割と惹かれないんだよね。あ、俺が可愛い、あの子可愛いっすねって広井さんの目に言うと、はい、またお前は本当たぬき顔好きだよ。そういうふうに趣味も分かれるよね。あ、多分それ遺伝子に刻まれてるんだと思う。あ、そういう、そういう方向に行く遺伝子と、あのタヌキ顔に行く遺伝子とこう分かれてるような気がするね。確かにそう。それによって種族ってこういろんなのが決まってくるんじゃないかなって気もしてるけど、まあでも体幹はやっといた方がいいよ。体幹、うん、体幹が全てを決めるから。プランとかですか。ああ、そうだね。あとバランスとか、ティーズバランスとかやってきちんと真ん中に置いといた方がいいと思う。だゴルフも体幹だから、真ん中しっかり置けばゴルフもきちんといくし、全てのスポーツは体幹なので、はい、体幹がしっかりしてると発声も豊かになるし、はい、姿勢が良くなるから顔が